ははいこんにちは村聡です今回はですねパワーポイントで作った原稿用紙に文字を挿入する方法について解説していきますちょっと前にですねパワーポイントで原稿用紙を作る方法を動画にして皆さんに公開いたしましたでいくつかその中で質問があったんですがその原稿用紙の中に文字をどうやって入れていくのかという、まあ、ご質問なんですね でこれについてあの是非教えてくださいということがありましたので、えー、動画を撮ることにしましたまあ、正直ですね結構めんどくさいんですよね一、まあ、回設定してしまえばあとはあのどんどん打ち込めるんですけども、まあ、最初ちょっとねめんどくさいということがありますもしかしたらもっといい方法が世の中にはあるのかもしれません もしあればですね、教えてほしいと思うんですけども、まあ、今のところ私のやっている方法をここでご紹介したいなと思います。私はちょっと悩みがありましてね、パワーポイントで文字を入れるときに、パワーポイントってもともと横書き設定が基準なのかなっていう気がするんですよね。で、テキストボックスで打ち込んでいくんですけども、縦書きにして、まあ、国語の教材を作るときにはね、どうしても縦書きが多くなると思うんですけども、その縦書きで文字を打っていくと、マスに当てはめた、に合わせた文字はですね、 急にこうガクンって上がっちゃって下がったりなんかそういう現象が私のパワーポイントは起きるんですよね皆さんそんなこと起きますかちょっと原因がよくわかんないんですけどもまあこれが結構大変ででしてせっかく縦に合わせて打ってもなんか勝手にずれちゃうっていうことがねあるんですよだからパワーポイントってまだその縦書きについては未文化なのかなというふうにちょっと思っているんですけどもも、まあ、もしくは私のねパソコンとの相性なのかもしれませんがちょっとよくわかんないんですよ まあもしかしたらそんな現象が縦書きの場合は出てしまうかもしれません。まあ、横書きは問題ないんですけどね。まあ、一応それもお話ししておきます。はい。それでは実際にやってみますね。はい。ではやっていきましょう。原稿用紙に文字を入れるという作業ですね。これ、最初に言っておきますけども、かなりね、地味な作業ですね。ピタッと一発でね、収まらないんですよ。まあ、ちょっとやっていきますね。もっといい方法があるのかもしれませんが、私のやり方です。はい。じゃあまず挿入からですね。 テキスストボックス、はい、今回で、ね、縦書きってことにしてみましょうね。縦書き。まあ適当にこの文、ね、を打っていくんですね。はい、私は村のです。えー、教師を、教師を引退し、今では YouTube を中心に活動して、 いますとまあ、例えばこんな文をとしますね。そしたらこれを全部選択して、まずはね、サイズを原稿紙のサイズに合わせます。今、ホームを押しました。そして、字体はね、このレギュラーにしておきますね。字体によってはね、うまくできないときがあるんですよね。はい、これ大きすの私はこの,あの数字でもいいんですけどね。私はこの A をこうやって押しています。はい。じゃあ44ぐらいにしましょうかね。 で、こう、はめてみると、わかると思うんですがね。まず、縦が合わないですね。そこの縦の調整からしていきます。えっと、これ全部選択しますね。そして、縦を調整するのが、これ、縦書きの場合ですよ。縦書きの場合は、縦を調整するのは、この横の部分になります。ここです。AV って書いたとこね。で、ここをクリックするとですね、こういうふうに幅をいろいろ調整できるんですよ。まあ、今一番下のより広くにしてみますよ。そうするとね、ほら、ちょっと広がったでしょ。 でもまだ足りません。これどうするかというとですね、今度はこの AV のこの三角のところをクリックすると、その他の間隔って出てくるので、こう押するとね、こういうふうに微調整できるように出てきます。文字間隔を広げるってなってますねで。ここに6って書いてある。このポイントを上げていくんですよ。どのくらい上げたらいいかっていうのはもうこれ勘なんですよね。ちょっと、じゃあ9ぐらいまで上げてみましょうかね。で、OK。ちょっと広がりましたね。でもまだ全然足りません。 で、この辺がね地味な作業になるわけですね。はい。でまたさっきのね三角をしてその他の間隔もっと広げていいな。12ぐらいもいっていいかな。はい。じゃあ12にしてみましょうかね。でこれ OK。はい。ああ。まだ足んないね。この辺がね地道なところなんですよね。もうちょっとだ。じゃあ13ぐらいにしてみようかな。じゃあこれで OK したら。 な、はいまあ、なんとくちょうど入っててききままししたねこ,しこれで調整いす今ドラッグでこう動かしてるんですけど細かく動かしたい時はこう選択しておいて矢印キーがありますよねこの矢印キーでこうやって一個一個、ね、こう微調整した方が、ね、やりやすいので矢印を使ってくださいはいこうなりましたでこれ書き出しの一時作業したいのでここを選択して、ね、スペースキーを押すと1個下がりますねはい で今この下の部分ねこれをマスの中に入れていきますのでここ教師の前を選択して Enter ーキーを押すとこう開業されてきますよねはいこうやって開業していきますはい Enter ーキーでやりました、はい、そうすると縦は合いましたねで今度は横がずれてますよね今度は横を調整していきます、はい、またこれ全部選択しておいて今度はねこの横を調整するのはねここのここですね縦マーク これなんで横をやるのに縦かっていうと、パワーポイントって基本的にはね、横書き設定が基準なんですよね。だからこれ縦書きの場合はね、縦横の調整する場所が逆になるんですよ。はい、じゃあここね、はい、ここをですね、矢印をクリックすると、はい、こういうふうにいくつか選択できるようになっているんですが、ただね、これ1.5とかにするとね、結構それだけでボーンと広がるんですよ、ね。ちょっとやってみましょうか。ほら、広がりすぎちゃうでしょ。ね。で、今1.0が基準で、で、これね、下です。 行間のオプションと,いうところです、すこここククリックしますでこの一番下に1行ってこう今ここに書いてあるんですが、ここをクリックするとこうやって出てくるので固定値というのを選びます。そうするとここにね、設定値というのが出て今52.8ポイントになってますね。このポイントを上げていくんですね。はい、ここで微調整していきます。まあ1つ、2つがやってみようかな。OK します。そうするとほらちょっと左に動いたでしょ。で、まだ まだずれてますね。もうちょっと広げる必要があるので、同じくまたここの三角を押して、行間のオプション。で、規定値を上げます。3つぐらい、57.8ポイントぐらいにしてみますよ。クリック。はい、まだですね。はい、こういうところがね、地味なと作業になってくるわけですね。はい、ちょうどいいところまで。どうかなはい、もうちょいかな、なちょっとずれてたね。少しこっちを戻してみて。はい、まだですね。もうちょっと広げないとダメで。 はい、業界のオプションでちょっと12362.8ポイントではいあ入りましたね、まあ、こんな風にして調整していくんですよ結構地味な作業でしょただこれ一回作ってしまえばあとはどんどん打ち込んでいけばね、えー、マスに入るわけですねはいでこれ自体によってはですねずれることもあるんですけどね はい、ちょっとユニバーサルデザインのフォントにしてみますけど、まあ、こうやっておけばね、教材を作ることはできるわけですね。で、この下の原稿書をコピーして、こちらにこう貼り付ければですね、こういうふうに、はい、こうすれば試写教材ができるわけですね。左側の文字を見ながら右側に死写するということはできるわけです。私ね、こうやって教材を作ってるんですよ。で、あとはね、ちょっとタイトルをかっこよく入れたいならば、いつも通りこう図形ですね。私はこの図形をこうやってピューっと入れて、こう選択しといてね。 図形の塗りつぶしをなしにして枠を黒にしてそして挿入からさっきのね縦書きを選んでえ例えば「死者プリント」まあ戦,戦争のない名前ではありますが <laughs> こんな風に字を入れて、まあ、こういうのはめとけば、まあ、こんな風にちょっと今日。 ね、教材らしくくなってくるわけで、すすね、まあ、こんな風にしてて作ってますで一つポイントなんですけど、例えばね、これで、今、先ほどの例文でね、ムランのサトシですってこうやってしますね。そうした場合にですね、この、句点ですね、句点んがあのぶら下がりになりますよね。で、まあ、このままでもまあいいわけですけども、ただ、これをマスの中に入れたいっていうような場合がありますよね。その時はね、ちょっとめんどくさいんだけど、この句点はね、一回消しちゃってですね、僕はしょうがないんだけど、 もう一回ね、テキストボックスで、これ、点だけを作って、貼り付けるんですよね。これ、さっきと同じ、ね、サイズ44にしまして、で、これをこういうふうに持ってきて、はい、まあ、こんなふうにやるしかないんですよね。ここがちょっとね、厄介なんですけども、まあ、こんなふうにやっていきます。はい、それとですね、もう一つの方法なんですが、はい、例えば、文字がこういうふうになっててね、えー、合わない場合、 先ほどの方法でもいいんですが、あんまり原稿用紙のサイズの大きさとかにね、こだわりがない場合はですね、原稿用紙の方を調整して合わせるという方法もあります。まあ、こっちの方が実際は楽なんですね。ここですね、一番端っこをこうやってビューっと動かして、縦を合わせるんですね、まずね。こっちかなこんなかなよいしょ。もうちょっと上げて、まあ、これもね、手作業ですけど。 はい、縦ありましたね。そしてあと横ですね。横はもともと結構合ってますけど、ちょっともうちょっとこっちか。よいしょ。はい。まあこんな風にする方法もあります。原稿用紙のサイズはね、ちょっと変わっちゃうんですけども、原稿用紙の方を文字の方に合わせてやる方がですね、作業としては簡単になりますので、まあこれも覚えておいてください。はい、以上になります。 はいいかがだったでしょうかこんな形でね、私はコツコツとサイズを合わせてやっております。はい、今回の動画は以上になります、えー。お役に立てればいいなというふうに思います。はい、この動画が良かったなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。えー、コメント、高評価もお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、では、次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。